池太郎だよ。3週間海外にいて、いた間にキュウリができてて、これもうでかすぎない？もう食べれなさそう。庭の外に登ってきたね。庭の外にできちゃった。これ家の外だよ。中入ってちょっと中。うん。本当に早く。うん、なんかトマトとかで来てます。うん、トマトもいっぱい取ってね。トマト取ります。うん、朝顔ね、朝顔も咲いてきた。じゃあこれ取りましょう。はい、取って。いらないけど。うん、じゃあはい、取って。でかっ。あいってちちちちちちちょ、何切り込み入れてたの。そうなんや。もう一本、これも食べれないね。うーん、わからん。ツルツル、トゲがない。うん、はい。 なんでトゲがないかわかる？最初はあるのに。多分取れたんちゃう。うん、あげたん。手であげたん。大きい、取って、引っ張って取ったら、うん、あげたんちゃう。多分はげたと思うよ。うん、これ柔らか。うん、ママ切るか。届くわ。これめっちゃ柔らかい。ね、もう無理やね。もうダメやね。うん、でもまあまあ、漬物いけるかも。あのね、最初トゲがあるのはね、富士もこんなに茂ってる、うん、だけどね、だんだんとトゲがなくなるのはね、中の種が熟してね、他の動物に触ってもらったり食べてもらったりして、種をどっかに運んでほしいから、だんだんトゲがなくなる。わ、うん、かる。朝顔いっぱい咲いてるな。そうそう、いっぱい咲いてる。今昨日に金叩きがいたから取ろうとしたけど逃げちゃった。こ、うん、の辺が伸びすぎてる。超味美味しい。ほんまに。はい、トマトです。うん、もう割りかけやな。見て、幅がもう広くなった。じゃあ取っていきましょう。うん、これも甘いからね。うん、これ前も食べちゃったよね。うん、下もある。知ってる知ってる。下の方のやつ結構丸かったと思う。そっか。 OK、 全部取るよ。うん、気をつけてね。はい、はい、早かった。うん、ドア一旦閉めて、鳥が沿って。あそこに1個なんか黄色いやつがあるけど、うん、ちょっと待ってたら、それ、あ、うん、拾って、うん、洗いに行きましょう。うん、行こうか。美味しかったですよ、これ。そんなん、洗おう。洗ったら食べよう。ドア、うん、とりあえず置いて。ないない、ドア閉まってるけど、鍵かかってないからね。鳥は、多分鳥ね、餌がいる。鳥が、鶏。これお腹空いてる。あ、これ。お、おー、すごい。これカボチャだよ。こんなでかくなってる。しかも、レモンの木に登ってる。マイガー、すごいな。3週間でこんなになってる。っていうか、この幅でかくない？でかい。カボチャだと思う。ほら、色んな花。お腹入るね。はー。すごい。バイバイ。